母さんは悲鳴を上げていた。なぜ私は一緒にいたかった。あれかな、ちっちゃい子が書いてるっていうことなのかな。4、お母さんどこ、会いたい。お父さん分からなくて、お母さんを見つけてくっつける。くっつけるって何お母さんどこにくっつけてんの。お母さん悲鳴あげ、くっつけたらお母さん動かなくなる。どういうこと、怖いんだけど。やめて、くっつけるのやめて。クリスはくっつけないよ。クリスお母さんじゃないからね。あった、よしよしよし、ここでセーブしよう。これ預けちゃおう。回復はもう手がいっぱいになったら、あ、手がいっぱいじゃなくて赤くなったら回復しに帰るシステム。怖いぞここ。これは預けて、これも預けちゃうかな。突発でいくか。それでインクリボンさん、やばインクリボンさんが全然手に入ってないな。足りるかい、結構我慢してるのに。ここで一回セーブしよう。あるってことはセーブしろってこと。カプコンのお告げカプコンの優しさ。よし、記念すべき13回目。よしで預けて、まあ、あと2個しかないインクリボンさんが。やっぱショットガン持ってこ、怖いから。あ、降りられる。それでこっち何、あ、クランク、これでお水抜けるのか。よしよし、これで、あちゃんと横にダガーナイフ刺してたえ不穏な BGM やめて、不穏な BGM やめて。怖い怖い怖い。え、何？何が入ってきた？今パタンって言ったよね。怖い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 。なんだよなんだよ。ああ！なんか今黒いの見えたけど、黒いの見えたけど。クリスどうしたの？なんでそっち行った？大丈夫？わわわわわ。何？何？何？腕長。腕長。うわ！こえ、どうなってんのそれ。え、何がどうなってんの、何がどうなってんの、何がどうなってんの。ダメダメ、こっち来たらダメ。何あの子女の子、女の子のお尻違うあ、これか。おか、ちょっと待って、ちょっと待って、出られない出られない出られない。え、倒すやつ、え、やめてやめて。怖い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 、怖いし出られないし。よし危ない危ない危ない。これ逃げるやつ、え、倒すやつじゃないよね多分。やばい怖い。何あの顔がどうなってた、なんかなんかかぶってた。あ、クリスがお腹痛めてる。デンジャー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 。帰ろう、クランク取ったから。やばいやばい、これやべえところだぜ。あー、お腹痛め、わーって言ってる。嘘でしょ、どこ、そんなそんな見えないんだよな、そんなバカなここまた来る、もう来ないよね。あ、抜けられない、あ、抜けられるよし、もうあそこ行かないでしょ、怖っ。あ、でもなんかクレストとかクレストとかはめに来るときに邪魔かな。ここにセーブあるからね。頭吹き飛ばしたいけど、まあでも今はいいや。もし失敗して赤くなっちゃうと嫌だから。クレスト持ってくるべきだった。もったいないことをした。
そうだね、あっちまでアイテムボックスが遠いもん。よし、とりあえず、あー、レベッカに回復してほしいけどもったいない病が。あっちまで戻って回復してもらってくるか、救急スプレーさん使わずに。どうする？まあ、セーブはしてるからな。よし、そうしよう。救急スプレーさんもったいないから、ここでこれ取って、クランクはどうせ使うんだよな。あ、じゃあちょっと一回また整理整頓してくるね。あー、レベッカいなくなってるいなくなってる、帰ってきたのに。なんだと、じゃあ使うしかないな。あー、ちょっと待てよ、一回これ預けて、これでこれを組み合わせて、あっちに置いてあったグリーンハーブ1個と合成させて食べよう。一回ナイフさん置いてって、ウィンドクレスト持って、でクランク、あれ、ウィンドクレスト八角形じゃないな、置いてこ、やっぱ手がいっぱいになっちゃうからね。帰るぞ。よし、ここまで戻ってきたぜ。これ取って、でこれ組み合わせて、これ食べちゃう。よし、でブルーハーブちゃん持ってこ。よし、ブルーハーブが置かれたということは、そろそろ毒が出てくるということですな。これ、あとクランクちゃんでお水を抜いて、あ、そっか、ここなんかちっちゃい蛇とか出てくるんだ。よしよし、怖いぞ。これじゃ、どう？毎回思う、水道代がすごそうな装置。毎回ここ通るたんびに抜かなきゃダメでしょ。水が、お水がもったいないよ。これで、あ、なんか前よりも深くなってるイメージ。怖いよ。わ、水流れてる。よし、来るか。あ、来ない。あのちっちゃい毒蛇はいなくなったのかい。あ、丸いエレベーターに変わってる。あ、カラスいる。あ、どうなってる。犬いなかったっけ。わ、飛んじゃった。大丈夫か。わ、カラスいるな。やばい、ナイフ持ってくるべきだった。でも今ここはアイテムないから、こっち危ない危ない危ない。レッドハーブちゃん、このさ、ガの羽の音と犬の足音間違えちゃうんだよね。どうする、手がいっぱいになっちゃうな。でも持ってこう。よし、レッドハーブちゃんゲッツ。あっ、ここかよ、ここに出るのかよ。噛まれる、シャーしてるシャーしてる、威嚇する。
お前はスーパー犬ゾーンなんだよね。クリス一回食べられた。わお、イケメン。ガチムチイケメン。よしよし。あ、いっぱいある。あ、ここじゃない？ここ。安全ルーム？変わってない？お願い。あ、安全な曲。めっちゃチカチカしてる。めっちゃチカチカしてる。あ、いっぱいある。あ、持てない。よしよし。こっちは？あ、残ってる。まだ燃やせるのか。よしよし。あと4匹燃やせる。あ、持ってないな、今。とりあえずこうして。ランプまだ使わなかったよね。預けといて。これで。これに詰めとこう。移して。持っとくか。で、これは一回預け。これ。で、あとインクリボンちゃん。よし。これ取ったら、よし、緑。じゃ、一回セーブします。あー、でもちょっと探索してからの方がいいかな。あー、いや、しよう。記念すべき14回目。よし。結構さ、インクリボンさんがギリギリかも。前もっと余裕あったよね。今あと4つしかないもん。取りこぼしたりしてる？まあいい、行こう。恐ろしいゾーン来てしまったぜ。あ、ナイフ持ってこうか。あ、持ってたわ。ごめんね、置いてきたつもりになってごめんね。よしよし。あ、これもしまっとくか。よし、ブルーハーブはしまいました。ここ穴だな、これ。あ、でもなんかさ、ちょっとだけさ、あのディレクターズカット、あの初代のプレステ1の時の知識がなんとなく使えるからいいよね。なんかそれやってた人もこれやって面白いし、初めての人はもっと面白いみたいな。あ、しまったぞ。間違えた。しまったぞ。戻ってないってことは閉まってなかったのかな。あ、ここ抜けてくってことか、上から。待てよ、まだやることがある。よし、まずはこっちじゃ。あ、鍵001ね。嫌な予感しかしないこの扉。あ、ちょっとだけカーソル映ってた。ふさふさじゃない。生えてるとこと生えてないところがまだらすぎて気持ち悪い。ショットガンでやっちゃう。こっち。あー、足取れた。足取れた。なんか出そうとしてる。何今のゴゴゴゴゴって。なんか陶器みたいの出そうとした。なになになに。やっぱ吐く。キモい、キモい、キモい。やばいやばい。あれ、雲とかはさ、スーパー雲になったりしないよね。オイルランプ。あ、これか。
あ、なんだあのマーク。魔法陣ぐるぐる思い出した。目にまつげに下まつげ。待って、どこで使う？これは？またお姉さんが映っている。セクシーなお姉さんが。わっ、なんかブチブチってる。まだ調べ終わってないな。何？大丈夫？あ、なんかあの子グモは出なく、あのちっちゃい子は出なくなったのかい？あ、あるある。いただき。よしよし、これ組み合わせて。もう持てないんだけどね。待てよ、いっぱいあるけど。こっちは持てない、持てない。あ、これは？これ。あ、この子まつげない。なんか横まつげみたいな。あ、目の中に細い瞳孔みたいのが。それでなんかカサカサって言ってる、カサカサって言ってる。待てよ、ちょっといっぱいアイテム置いてこようかな。そうだね、取れないから。気持ち悪い、気持ち悪くなってる、虫が。あ、ゼロのあの雲はなんかふさふさしてて可愛かったので、ちょっとだけ可愛いという気持ちになれたのに愛せない。この雲は愛せない。よしよし、これで、これ置いといて、これ預けて、ちょっと焼くのも置いとこう。これも置いてこう。雲にナイフは危険すぎる。ナイフで切りたくない。怖いよ怖いよ。ああ、鳥肌立つ。あの裏返るのが気持ち悪いんだよな。足をクヒュッてして、あ、いなくなってる。よし、先にアイテム取るか。この上にもいるんだよな、一匹。これ赤い本、これ違う、調べる。これキュキュス、あ、違う。グリーンとブルーのハーブを調合したもの。へえ、そんなパターンもある。これ調べる。ん？なんだこれ、海？海かい？あ、なんだ、炙り出し？違う。あ、はめる系だっけ。ここどう？あ、探索終わった。じゃあいい、こっち。あ、でもこれがある。あ、ナイスヒップが、ナイスヒップが見えたぞ。あ、この子は目の中心が丸くって斜めに2本。まだある。あ、ビリヤードの玉。2 2 3 4 5 6。うん、うわっ、そっち側についてる。ちょっと待って、あ、セクシーエロい。なんでここ、こんなエロいポスターばっか貼ってあんの？セクシー。これなんだ？あれ、あのさ、下に線がついてるやつって、それが下が、下についてるから6ってことだよね、ちゃんと。9じゃなくて。あ、一応色と、あれをメモっとくか。2が青。3が赤。4が
紫、で5がオレンジ、で6が緑。よしやばいやばいやばい、カサカサ言ってる、逃げよう。よしよし、ここには用ないだろう。それで、それでだ、アイテムを一回片付けて、あー雲はいや、雲はいや、あ、なんか蜂も出なかったっけ、ここ困ったぞ、ゾンビも出るかな、これとりあえず預けとこう。これで、いや本持ってっとくか、どっかで刺したよね、まだいいや。一応ボトルとナイフよし、まだセーブしないぞ、まだしないぞ、我慢じゃ、あと4個しかないから、我慢我慢、危ないよしよし、で降りて、ここじゃ、何がいる、わわわわ、何もない、怖い怖い怖い、あ、窓開いてる、すごいね、カーテンがちゃんとさ、そよいでるっていうかすごい綺麗になってる、なんかない、あ、スターズについて書かれている記事、うん、鍵、プレートにガガレリ、ギャ、あ、ギャ、ギャ、ギャラリーかギャラリーね、読める、読めるぞ、ちょっと待って、光ってる、なんかちょっと変わってんな、前と、あ、やばい、本いるかもしれない、ふんふん、壁に穴が開いている、うわーうわーうわー、入ってきた入ってきた、蜂入ってきた、やめてやめてやめて、本気でやめて、本気でやめて、はあ、蜂の巣が見えるじゃないんだよな、それ見た、今の 見たのが気づかれちゃったから来たのかな、もうこれからはブンブン飛んでる、ここに、はい、ない。帰ってった。もう二度と見ない。いるじゃねえかいるじゃねえか、嫌い、蜂嫌い、あ、赤いの持ってくればよかった。また忘れてた。うわぁ、チミドロー、チミドロー、ファイラル。あ、プラント42のメモ。あの事故から4日後、ポイント42のプラント、プラント42と命名の、成長速度には目を見張るものがある。プラント42は他のプラントに比べ T ウイルスの強い影響を受けており、もはや宿主の植物が何であったのか想像することすら困難である。その形状に見合う生態は地球上のどこを探しても存在しない。プラント42の栄養源は2種類ある。1つは地下室まで達した根から得ている養分だ。現在地下エリアは事故があった直後、発狂した研究員が地下の大水槽を破壊したため、地下エリアは水浸しだ。そこに流出している何らかの薬品成分がプラント42の急速な生育を促していることは想像に難くない。またプラント42の一部は地下室からダクトを通り、1階の天井にまでその勢力を広げ、そこに球根状となってぶら下がっている。その球根から伸びている何本ものつるがもう一つの養分の入手手段となっている。プラント42は獲物を感知するとちょうどイカの触手のように獲物に鶴を巻きつけて動けなくしてから鶴の裏についている吸入器官で血を吸うのだ。吸われる。しかもそれなりに知能があるらしく、
獲物を得た時や睡眠中はツタにとツタを扉に絡ませ外敵の侵入を防いでいる。すでに数人の職員がその犠牲となった。生きて戻ってきた者の話を総合すると、花弁が開く際に隠されていた部分が露出し一段と攻撃性が増すらしい。ある者の報告によると、まるで何かを守っているようだという。そこに何かの秘密があるように思えるのだが、何分植物の考えることは人間には理解できるものではない。May 21, 1998年、ヘンリー・サートン。なんか前よりちょっと文章足された？あったっけ？こんな長かったっけ？あ、やばい、やばい、どうしよう、見えない、見えない、これじゃ、これじゃ、来いよ、来てみろよ、ここじゃ。あ、腕が、腕ちぎる、うまくできないんだよな。うわぁ、今日は3発上手にできない。でもヘッドショットできたからいっか。うぅ、クリス、これ、あれ押せなかったっけ？ちょっと待って、あ、これを奥に押して、これよし、これで、あのちっちゃい部屋も、あ、こっから出てきたのかな今。え、いないよねもう。さすがにもういないでしょ。ふう、なんか虫って言ってない？何の音？あ、鍵。この音何？どこから鳴ってるの？虫？虫が張ってる音？怖いよ。待てよ。今鍵を拾っちゃったが、先にこっち行ったら何があったっけな。あれか。いや待てよ、まだちょっと早いか。いや、よくないな。ちょっと先に上見よう。こっちまだやばい雰囲気。あ、なんか確かサメがいるとこだな。待てよ待てよ、ここで一回帰って本持って寄宿舎行ってみよう。寄宿舎あの101号だっけこれ。あ、101じゃないや、001。あ、そう、よし、じゃあ帰るぞ。蜂来てる、蜂来てる、蜂来てる、早い、蜂早い、蜂が早い。ふぅ、てか人間が走って逃げられる速さかい蜂は。めっちゃ速いよね。よし、怖いよ。なんか春とかすごいさ、おっきい蜂がブンブンしてるだけでもう怖くてそこ通れないんだけど。刺されそう。これで、そんなに来ないからいっかな、取っといて。あのハンターさんもさ、生き返るのかねこの先。それによって、あー、弾がない、しょうがない、もうこれ置いて、ナイフ置いてこう、ちょっとしばらくセーブしたい。まだ早い。我慢する、もうちょっと我慢する。ここ本いるかい？ここだっけ本がいるの。あ、違うわ、あっちの奥だな。プラントさんの部屋に入るとこが多分本だから、先にこっち探索。
よし、ここで。あ、揺らってる、揺らってるぞ。見えない見えない。いや、落ちてくるでしょ、絶対。あ、ナイフ持ってたらな、切ったんだけどな。ちょっと待って。大丈夫です?襲ってこない。襲ってこないぞ。これ、危なくない?でも、後から。うわー、お膝痛そう。すりむいてる。うわわわわ。なんか光ってる。あ、護身用拳銃。